お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、新環境でもうね、新 OP デッキがもうね生まれたので、そちらをね紹介したいと思います。てなわけで、デッキがこちらのババコヤ親衛隊なんですけど、これがですね、このグローバル大会ですね、で今も有名になったんですよ。僕もね16勝で終わっちゃったんですけどね、これで、こう終わっちゃったんですけど、まあしゃあないですね。はい、20勝ぐらい行きたかったんですけど、まあ、まだまだっていうところで、ね、上はすごいですね、日本人の方で。とこの人ですね、39勝で無敗なんですよ。39勝で無敗の人が使ってるのと、あとは世界大会優勝したノバっていうところの、めちゃくちゃうまい AUK 選手っていう方がいるんですけど、その人とかもなんか古城、これ全部のレベルがね10として使われるんですよね。普通の大会レベルより1つ上のレベルとしてこのグローバル大会が行われるんですけど、それにレベル足りてない、レベル9とかのユニットがあって、それで19勝無敗とかまで行ってて、20勝余裕みたいなツイートしてたんですよね、このデッキで。なんで、まあ、今回ねこちらデッキを使ってまあやっていこうかなと思います。はい、ってなわけで、声がね、もうなんか風邪ひいたのかわかんないですけど、ザ・鼻声なんでちょいきついですね、マジでマジできついですね。はい、よいしょ。ってなわけで、おー来た。いや、これ日本人だな、日本人。サバカか代行とかですかね、これは知らないけど、よろしく。ってなわけで、親衛隊デッキなんですけど、親衛隊がね結局良かったみたいなとこがあって、これ暇だな、これロリババでいいかな、一回転がしてなんか出るから、これ親衛隊でよいしょ。もうこれがね楽っすな、本当に楽で強いからね、僕のお気に入りデッキですね。もうよいしょ、これで多分ランバーは、はい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 、相手ランバーとガゴと縦線ホグですかね、多分インドラランバーホグっていうデッキだと思うんですよね。まあまあまあ、でこれセパレートできるユニットが結構多くて、まあ親衛隊出すアーチャーもセパレートやるで、ギャングセパレートとかでウッドとかはまあ使ったらその後ろに吹き矢でもいいですし、このねセパレートしつつ真ん中の端前の真ん中の吹き矢とかもめちゃくちゃ強いんでね、マジでセパレートゲーですねこれは。で相手多分ザップだと思うから、シンプルにアーチャーと吹き矢が無双する気がするんですけど、どうだろう。これ暇だな、暇だな、親衛隊も後ろから出してけばいいかな、とりあえずね、とりあえずね、もう困ったらこれでいいですから。あーね、今逆サイが色になっちゃったけど、正直何でもいいですね。はい、もう正直とりあえず勝てるから、本当にこれで勝てちゃうから、で足前吹き矢でいいかな、あのインドラがちょっと、ああまあまあまあいいや、オッケーオッケーオッケー、これちょっと高いけど、まあホグ来た時用に、これでファイボとかですかね、よいしょ、邪魔なんでね、オッケー。ああ咳が、申し訳ない申し訳ない、よいしょ、これ親衛隊ですね、よいしょ。まあファイボ来たところでですかね、でもうすることないから、ジャング付け足してみたいな、でこれ古城ババも付け足してみたいな、でこれアーチャーも付け足してみたいな、あんまやりすぎかなーって思うんすけど、まあそれでも相手結構苦しいからね、よいしょ、で自然とこのカウンターチができて、でまたねこのババコヤは1個上にしとくとどっちからホグ出されても対応できるんでね、で吹き矢とギャングでしっかりねターゲット取りつつの防衛で OK で、またね後ろから親衛隊出して、
アーチャーコントセパレートもして、ギャングはまあ相手ザップだからセパレートしなくてもどっちも良いですし、もうこれ勝ちですね。で最後攻めたい方にか、まあどっちかに小嬢ファぶん投げとけば落ちますタワー。はい、てなわけで小嬢ファぶん投げつつ吹き出しつつで、こういうところでねこう出してあげながら、もうロリババとかザアーチャーとかをね、もうとりあえず流しとくとこれで勝ちです。やばいですよ、マジやばいですよこれ。ほんと一回使ってみたらわかるんですけど、やばいですね。このギャングが結構仕事をするんですけど、あの親衛隊の後ろのギャングがゴブリンとかが押すんですよ、親衛隊を。だから親衛隊が早く走ってタワーを殴るんで、なんですごいですよね、うまくできてるデッキだなと思いますね。はい、てなわけでよろしく。もうしょっぱな練習に食べたセパでもいいんですけど、あーセパるか、セパってこの辺に吹きは出しておけば、このまま無視でいいですね。あれで反撃かな、知らないけど、これ吹き矢がね結局強いですよね。これよいしょ。でこれもうギャングもセパレートしてあげて、両サイセパレートゲームですね。あーでこれウッドかな、多分相手、はい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 、まあまあ相手の防御うまいですね。これはしっかりやってますね。ナイトアーチャーやりゴブコウモリ、迫撃っぽいんですけどね、どうなんだろう。まあまあまあ本当にセパレートしとけばなんとかなりますね、マジで。よいしょ、まあまあそうですね、やっぱり。でこれもいいかな、変に守らなくてもファイブだけ打ってポイでまた後ろからね親衛隊とアーチャーセパレートして、はい、そんだけ、マジでそんだけなんですよね。もう使い方ないマジで使い方とかないです。だってセパレートアーチャーでいいもん、これが強いから。あ、これで今ね、今のこれなんですよ。ここで今相手ギャング使ったからウッドか、もうここで追加、はい。ただこれで、あーでも相手トルネティーやか、まあ、まあ言うて言うてですね、ダメージが入っていくと、これがめんどくさい、これがめんどくさい。これワンチャンファイブとか使うかな、ターゲットが変わるんですよ今と。まあファイボで壊してあげればいいかなっていうのありますね。と、あー相手めちゃくちゃ攻めてくるっす。まあ親衛隊出しておけば OK で、吹き矢に打っとくるかな。この相手の迫撃の位置がなかなかいやらしいですね。まあでもこれは置いちまえばそれも関係ないですね。よいしょ。でロリババで壊しつつ、はい、でまた親衛隊後ろからですね。オッケー、来た、ゾーン、ゾーン入った。でも吹き矢は結局ウッド打たれるから、もうちゃっちゃ使っといてもいいですね。はい、でアーチャーセパーで、ギャングもセパーで、で小嬢ババ行きますか、どっちかに、右だな。ここで相手のアーチャーのスパレート軍団がなかなか厄介ですね。こうなるとアーチャー削れないみたいなところがありそうなんですけど、まあ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 言うて入ってる、入ってる、おいしい。はい、てなわけでこれを繰り返していきたいけど、相手がね迫撃置いてこい、これでちまちま削って、あと2分か、そっち攻めてくるんだ。これはでもロリババで美味しいですね。アーチャーでも残るんだ、そうだ。でも今ウッド使ったし、そんな焦る必要はないですね。でこれでアーチャーセパレートで、はい、相手のあの真ん中うざいですね、もう邪魔なんで、ファイブで。オッケー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 。で、アーチャーが入ると。
これね、間に合わないかな。どうなんだろう。よいしょ。ワンチャンこれロケット2発とかで持っていかれるんですかね。多分相手ロケットありますね。こう後ろ、アーチャーセッパからの、ババコヤ置いて、とりあえずね。オッケー。相手は多分ロケット撃ってない、なかなか撃てないと思うんですけどね。撃ってきそうって言ってきそうなんですよね。怖い。怖い。よいしょ。やば。めちゃめちゃ攻めてくるっすよね、これ。それはやばい。考えてなかった。けど、言うてやない?ああ、いた。これ5本。うわー。ずりーよー。やばい、待って、やばい。それうまくない?それは相手うまくないですか?やばい。危な。ワンチャン負けたと思った。で、この吹き矢をね、これ地味に延命。あー、引き分けですね、これ。大体迫撃だから、結構、イモられちゃいますね。まあ、めっちゃ攻めてきてるんですけど、高回転だから、攻めきれないですね。セパレートアーチャーでとヤンギューとナイトで全防衛されますね。いやー勝ちたいな。勝てないか。でもまあまあまあみたいな感じですね。でも言うて使い方とかはめちゃくちゃ楽なんで、ね、よいしょ。ラストいきますか。ラスト本当にセパレートしとくだけなんですけどね。見るに耐えないですけど。でもし相手がゴレとかだったら、まあ、ゴレ出た瞬間に逆サイ工場で攻めて、まあ、親衛隊とかアーチャーとか展開とかだったり、そのための工場ですね。工場は意外となんかいらないんじゃねって感じが結構するんですけど、工場なくても攻めれるんですけどね。まああった方が確実に落としに行けるっていうので工場が入ってますね。こういうのも逆サイ工場ですね。あれ、ジャイかな。マスキメガゴ咲いた。いや、わかんねえ。これのリババで処理して、OK。ふぅ、してたわけで、またババコヤ置いてやるんすけど、ババコヤって今めちゃくちゃ流行ってると思うんすけど、結構ね、フリーズ系というか空がしんどいんですよね。空がなのに今回フリーズの強化が来たから普通にバルフリとかも増えると思うんですよね。まあだから意外としんどいのかなっていうのありますね。でこの敵アーチャーも吹き矢もあるから、あーやばい。それはやばい。ロリババないし。うわー待って、やば。そんなことある。でも今相手ヤナムザップ使ったから、この集団の中に吹き矢紛れ込まして。マジか。この、いやー、ヤナムザップのジャイスキラーはめんどっちいっすね。まあまあまあ。言うて、相手もこっち多分しんどいから、あーでもヤナムと打ってでギャングも吹き矢も飛ぶから、意外と、キツキツだったりしますね。親衛隊セパからのね、アーチャー出してギャングも出してやれば言うほど怖くはないと思うんですけどね。オッケー。逆にカウンターっすね。これどっちにどうするかなんですけどね、問題が。こうやって、ああそうだ、スケブがここで5打っとけば、多分なんか出ても当たる。OK! いいファイアボール、OK。追いついたんすけど、ついたけどなんすよ、ね。ここで多分来るから、来ないかな。来たー。まあ、言うて。これ吹き矢とロリババをしっかり持っとけばね、大ダメージ受けることはないですね。OK!
そしてカウンターなんですけど、入れてしんどくねっていう。一個いきますか。スケブのジャイスケラーのサースペって、結構なんか昔にあったような気もしますけど、懐かしいですね。これな、ワンチャンキング狙いたいですね、マジで。これね、なかなかだるい。OK。でも、さては美味しい。けどこれ、あれがウッドで、ほぼ全部持ってかれるんで、ここで逆サイズね。で、でもあれが来るんだ、スケブ。チートだ。チートだ。めちゃくちゃ強いし。まあまあまあ。でも、流れ的には悪くないですね。ジャイスキラーで相手10クス使うから、あんまり攻めきれないから。メガゴ処理してくれ、吹き。あー、ずりー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 。ウッドバルバあるもんだ、これ。やばいやばいやばい。で、これ、ロリババ。オッケー、ワンチャンあるくない？ワンチャンあるくない？あ、でもこれ、あー。やばい、痛い痛い痛い。痛い。やばい。やばい。けど、今相手サイクルが一個ずれましたね、なんか。よいしょ。メガゴ処理。やばい。やばい、ロリババ。やばい、ジェイが、ジェイが溶かせねえ。まさかの？やばくね？いや。ワンチャン？いや、終わった。さては、いやでもサンスペがな、しょっぱなの右落とされたのが痛いですね。これだって、相手でヤーメかウッドかなんかで終わる。惜しいな。ワンチャンが出た。ワンチャンが出たけど、まあ、しょっぱなの一個落とされたのが痛かったですね。アーチャーだから絶対処理されないと思ったら、ヤーメプラスのザップで飛んでいかされましたね。まあまあまあ、言うて、このデッキね。マジで強いらしいんですよね。結構、ツイッターでも。いろいろ言われてるデッキなんでね、ぜひぜひこのチャレンジを何のデッキでやろうかなとか思ってる人とかはぜひね、これ使ってみていいと思うんで、はい、ということで本日はね、終わりにしたいと思います。マジで声をね、直したい直したい。次回は直しておきます。はい、というわけで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。